ニューストピックスです12日夜に石川県内で発生した線状降水帯による大雨で金沢市内では八田町東、埼玉町の広い範囲で市道が冠水する被害が確認されました埼玉町の市道は去年8月4日の大雨に続く冠水となりました今回はこの話題について政治部の向島徹記者に聞きますよろしくお願いいたします よろしくお願いいたします。金沢市内で確認された冠水被害について教えてください。はい、えー。今回の大雨では、八田町東の市道約900メートルが冠水し、民家の敷地に水が流れ込みました。斎田町の市道約440メートルも水がつき、その先の斎田大橋を含めた約840メートルが1日以上にわたり通行止めとなりました。はい。 冠水が発生した原因は何だったんでしょうかはい、えー。市によりますと、河北型に注ぎいる八田川の河口には、国営・県営の排水機場3カ所があります。12日の夜は、大雨で河北型の水位が急激に上昇したことから、逆流を防ぐため、排水機場のゲートを閉め、ポンプで八田川から河北型に水を吐き出しました。 しかし線状降水帯の影響で排水能力を上回る雨量がありまして八田町東の冠水につながりました犀田町でも冠水した市道から約1キロ東に国営と県営の排水機場がありますが限界を超えたとみられています。そううででですか。かか。水をを防ぐため何か対策を取るることははきるんでしょうか、はい。 えー、国は河北型周辺農地防災事業として2019年度から13年計画で八田川の国営・県営の排水機場2か所を廃止し排水能力を強化した八田排水機場を新設する事業を進めています。市市もも、来年度中ににに、えー、川の上流にある市営排水機場に遠隔操作システムを導入し、 水位が低い段階からポンプを稼働できるよう体制を整える方針ですなるほどそうなんですねまあ、近くで暮らす住民の方々は大変ですねそうですね八田町東では13日も住民が道路に残った土砂を水で流していました岡島一郎町会長さんはこの辺りは寒水が多い河北型の周辺で生まれた門にとっての宿命である程度は仕方ないと話していましたはい まあ、そうとはいえ、今までの雨の降り方と多少変わってきてるような気がしますからね。そうですね。いや、少しでも被害を軽減できるといいですね。はい、向島さん、ありがとうございました。ありがとうございました。